あ、じゃあ早速ね、今日降臨した手稲もしりを使っていくんだけども、まあ攻略の方は正直ね難しくなかったから、別に動画にするほどでもねえなってことで、やっぱね手稲もしりの一番のポイント、まあキルアと同じ威力が減少しない反撃モード、まあ多分生きる一番生きるのはとりあえずここでいいんじゃないかな。未開の15反撃モードへのみガリガリ削っていけるんで、まあねバンバン SS 打ってクリアしていこう。ここもねキャラ持ってない人は全くいないからね。ただ注意してほしいのは、手稲もしりちゃん、まず友情コンボは非常に強い、自強カバー率はまずまずだね。これダメじゃね。そう、サイドダブルエナジーサークルで友情コンボは非常に強いんだけど、火ダメがどのぐらい上がるか、そんな痛くなくない？どれほどまでにダメージが上がってしまうのか不安だったけど、そう、防御力ダウンする代わりに倒倍っていうパターンの反撃モードになってるから、どんどん打っていこう。まあでも攻撃範囲広いから当たるか、適当に置いといても。暴れて雑魚処理してもらって、まあまあまあ、いい位置じゃん。あ、ちょっと触れらんねえかな。でもまあ、誘発はするか。はい。おー、いいじゃん、いいじゃん。今回ね、真ん中意識して当てに行ったんだけど、やっぱね、当たらんこは当たらんねえ。結構まばらに置いてあげた方がいいね。手稲もしりちゃん。で、手稲もしり、この子ね、そう、降臨キャラにしてはめちゃめちゃ優秀なんだけど、ごめん、そこ見せていくわ。まず、ステータスが、実は結構高い。砲撃型の割にね。まあ、ちょっと HP 低いかなぐらいだけど、でも砲撃型だったら十分でしょう。で、耐性も持ってるし、で、アビリティが、マイス L アンチワープなんだよね。だからしっかり殴れる。で、まあ、SS はさっきから見せてる通りなんだけど、あと一番のポイント言っていい？俺が一番この子を評価し、いいなと思ったところ。それはね、アジン。降臨キャラでアジンだから、動撃とかはすごい組みやすいんだよね。ほら、簡単に言うとさ、豪絶キャラだとさ、みんな幻影とかじゃん？要は種族って、いろんな種類あるんだけど、アジンって多分一番強キャラが多いんだよね。あ、まあまあまあ、やっぱこう、有利属性じゃないけど、まあでも、こんだけ削ったら十分でしょう。回収していくアイテムを。さあ、これで今一巡経過したのかな？まだ続いてるね。初手 2P で打ったから、まだ出せるか。結構いいんじゃないの？はい、どんどん打ってこう。そして、威力はルシファー並みだからね。砲撃型だよ。砲撃型のサイドダブルエナジーサークルが反撃モードで出続ける。これさ、普通の降臨クエストがあったら秒で終わんじゃねえの？もちろんさ、今更サイドダブルエナジーサークルの砲撃型って言われて、そんな強くないよっていう人もいるかもしんないけど、モンスト昔からやっててルシファーのあの無双っぷりを知ってる人間だったら、多分ね、誰しもね、驚愕なんだよね、これは。え？ルシファーと同等火力のエナサーが降臨キャラで出せると。すごい時代だよ、本当に。おー、溶けるね。しっかり枠内に入れてあげれば結構いってくれるじゃん。で、多分ここで解除されると思う。さすがにもうこれで二重動いたから多分解除されちゃうでしょ。で、火ダメほんと言うほどでもないね。あんまり上がってる感じはしない。ん？解除されない？嘘。ちょっと 2P を見ながらやってこ。え、何ターン継続あんの？三巡ってこと？あ、長い長い長い。これはいいぞ。多分このクエストで普通に使えるんじゃん。未開の15で。まあキャラ持ってない人だろうけど。で、エナサーで削っていく。2P は、切れてない。本当に言ってる？それってすごいことじゃない？まあこれでここは抜けだべ。いや、マジか、優秀だ。あ、切れた。あれ？ 4P 切れた。俺、初手 4P だっけ？あ、俺勘違いした。 2P じゃねえじゃん、初手。そうで、ごめんごめんごめん。20動いたら終了だ。あ、さすがに30じゃなかったか。そうだよね。それ強すぎだもんな。そうだよね。初手で、雑魚倒して、アイテムもらって、で、その次で動くからね。ごめんごめん。
じゃあ、二巡だね。二巡の間はサイドダブルエナジーサークルを巻き続けるバケモンってことだ。もう十分でしょう。これはもう十分でしょう。はい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 。で、賛否は切れてないのはさっき打ったからね、普通に。そういうことね。これいい位置取れたんじゃないの？あ、ちょっと行き過ぎたかな。いや、当たるっしょ。いや、右の枠当たんねえかな。当たった当たった。ただ、私いつもここメリオダス使ってるから、ちょっとこうスピード感は、あれなんだけど、でもこれ降臨キャラだからね。あの、ガチャゲンと比べないで。ガチャゲンに比べられちゃったらもちろんそんなん勝てるわけないじゃん。いくら最新のバクデスとはいえ。そこら辺はさ、しょうがないじゃん。でもこれでも十分火力出てるんだよね。で、ちなみに、高難易度とかで言うと、まあ、パッと思いつくのはやっぱワープと地雷で大黒点出てくるけど、まあ大黒点は今更正直運極にする価値もないんじゃないからな。あんまり、ちょっと寂しいけどね。あの、大黒点当時運極になって俺はしゃいでたから。はしゃいでたぜだからあんまり言いたくないけど、なんかパッと思いつくのは大黒点だった。使ってみたら多分普通に強いんじゃないかな。大黒ちゃんでも。あとはもうエナサー巻き巻きしながら、ザコ倒して、いい配置するじゃん。自らそこに行くか。いいね。お、半分近く持ってった。やっぱ当たりどころ良ければ一発だな、これ。一発じゃねえか。二発だな。当たりどころ良くて、二巡か三巡。あ、いいね、いいね。これ決まったんじゃないかな。決まんないか、ギリ。あー、もう一声。でも次で終わりだな。いやー、優秀優秀。ほんと、アジンってとこがすごく嬉しい。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。いいね。こういう降臨キャラね、使いやすいんだよね。これ多分俺、サブアカ含めて運極にするかな。範囲広いし、エナサーの。うん。まあ、結果だけ言っていい？超優秀。確かに、ね、ゲームウィズだと 7.5、いや、8点ぐらいもらってたのかな、確か。俺ゲームウィズしか見ないからさ。確かに、ね、8点ぐらいだったと思う。でもそんなに恥じない、いいキャラでした。それじゃ、バイバイ。